Today's game is Avispa versus Antler. サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。どんよりと曇った鈍色の空から雨粒が落ちてきています。アビスパ福岡対鹿島アントラーズ、今日はプレシーズンマッチをお送りしましょう。楽しみですね。解説はフリーキックの名手木村和司さんです。木村さん、どうぞよろしく。よろしくお願いします。キックオフのホイッスルです。マラドーナ、ドリブルで相手選手を引きつけます。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。攻めるタイミングを見計らいます。トラグリオ、ボールがこぼれた。さあ、ここはどう守る。突破のドリブル、ちょっとフィジカルコンタクトが荒い。手元の時計でまもなく前半の立ち上がり15分経過しようというところ。これはファウルか。攻撃陣にどうつなげるのか。手元の時計でまもなく前半の立ち上がり20分、速攻が狙えるか。もういい展開ですよ。両者ともここまでノーゴール。どう思われますか。ボールが跳ね返った。シュートしました。あ、仕掛けていくか。中盤でボールを下げておきたい。シュート、キッパー取りました。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。落ち着いてさばきます。この状態からスルーパスに気をつけたい。さあ、仕掛けていくか。シュート、相当荒っぽい。ロングシュート、シュート、ボールが跳ね返った。いい動き見せてますよ。中央から攻め込まれています。慎重に運んでいきます。中盤でボールを押さえておきたい。さあ、どう出てくるのか。今ホイッスル、ここで前半終了。後半戦今始まりました。殿だ。左サイドを感じてほしいですね。長い、打点に合わせてくるの。バッと浮き上がった。待っています。パスをつなぐことができるか。あ、ここはどう守る。ファウルになるか。
どう攻めるんでしょうか。いろんなスペースを作ってほしいですね。宮村、誰に合わせてくるのか。宮村、センター、ボールが跳ね返った。現在までのところ両チームとも無得点です。あっと転倒した。これはいけない。ボールはアントラーズ、蹴るのはレオナルド。攻撃を再開します。トノダ、もういい展開ですよ。中央に上がってトノダ、手元の時計でまもなく後半の立ち上がり20分。ここは逆サイドを使うのも有効でしょうね。左サイドから仕掛けられています。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。カバーに入るか。慎重に運んでいきます。トラグリオ、シュート、大事に抑えます。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。守備陣が寄っていきます。ロングシュート、キャッチできます。ゴールラインを割りました。アビスパ、サイドラインからも指示が飛びます。カバーに入る。ボールが跳ね返った。得点は0対0。シュート、キャッチできません。ボールがこぼれた。ゴールライン割りました。アントラーズ、ゴールキックに変わりました。さあここはどう守る。自らキープです。両者ともここまでノーゴール。どう思われますか。まあこういう我慢比べの時には得てしてミスから点になることが多いですよね。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。さあここはどう守る。中盤でボールを抑えておきたい。ここで後半終了です。延長戦に入ります。延長戦開始のホイッスルです。守備陣が寄っていきます。さあここはどう守る。サポートに入った。現在までのところ両チームとも無得点です。やはりもっともっと早いサポート必要でしょうね。カウンターアタック、どう出るか。手元の時計、延長前半まもなく10分になるところ。イエローカード、これじゃあイエローも当然でしょう。退場でもおかしくないですよ。ボールはアントラーズ、蹴るのはレオナルド。どう組み立てていくのか注目したいところです。長谷川、なりました。ゴリ、さあもう一度見てみましょう。惜しい試合を落としました。サッカーの神様の機嫌が悪かったんですかね。タイムアップ、試合終了。ナイスゲーム。
アビスパ福岡、敗れました。まあ、残念な結果になってしまいましたが、いかがでしょうか。細かいミスが多いんじゃないですか。解説はおなじみの木村和志さんでした。木村さん、ありがとうございました。どうも失礼しました。実況は金子克彦でお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いします。さようなら。Answer, win!